ゆきが教える勝玉運気予報。二十四節気でいうと白露秋分を迎えます。暑さもようやく落ち着いて、これからは秋を感じる季節になりますね。自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこで風玉を知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか気になりますよね。そこで1ヶ月の運気予報をお伝えしています。ご自身の風玉がまだわからない方は、概要欄に LINE 公式のリンクを貼ってありますので、そこからあなたのお名前、生年月日、性別をメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神風玉をお伝えしています。運気予報はご自身の風玉の下一桁を見てください。風玉が2、12、22、32、42、52の方は宿玉、煮玉となります。それでは宿玉、煮玉の方の今月の運気数からお伝えします。今月の運気数は7。今月はとにかくスピードが上がり、忙しくなる、そんな時期になりそうです。それでは今月の運気の前に、今年の運気からお伝えします。宿玉、煮玉の方の2023年は瞑想の季節、そして今月9月は変化の季節になります。それでは変化の季節を詳しく見ていきましょう。積極的に行動しようという思いが増すため、活動範囲が広がり、環境に変化が伴う時期となります。また転換を図ることで出費がかさむ時期でもあります。とにかく外部との関わりが多くなるので、自分の意思に関係なく計画に変更が生じたり、周囲に振り回されたりする可能性が高まります。特に対人関係において注意が必要になります。このように変化の季節には外部との関わりが多くなり、何かと忙しくなる時期、知らず知らずのうちにご自身のスピードも早まってしまうので、周囲をたまには見渡してみてくださいね。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、9月の運気は9月8日から10月7日まで。中でも月の運気と日の運気が重なるダブルデーは9月の10、20、30。この3日間は特に多忙になりやすい日、計画に変更が生じたりする可能性も高いので、心に余裕を持って過ごしていきましょう。それでは変化の季節の良い傾向、悪い傾向をお伝えします。良い傾向に行くと、転換と才能で何事もスムーズにいく、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、大勝負に出て失敗しやすくなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、高すぎる目標でもやる気で達成できる、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、大きなことを言って社会的な信用を失う可能性が高いので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、多方面で才能を発揮して評価される、そんな時期になるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、人間関係でトラブルが発生しやすいので注意しましょう。このように毎月の運気予報をチェックして、今月の行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたが望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。風玉運気予報は毎月アップしていきますので、月の行動の指針にしてみてくださいね。そして今回お伝えしたことは、人生の季節で分かることのほんの一部。仕事運、恋愛運、金運、健康運、全体運など、もっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。詳しくは LINE 公式のメッセージからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。